ニコライ・ミレスク・ニコライ・ミレスクは、モルドバ公国の貴族出身の文人、政治家。ミレスクは、本名で、ロシア名は、スパハリーという。1636年に、モルドバのバスルイ近郊のミレシティで生まれた。コンスタンティノープルにある、東方正教会の総主教府付属アカデミーで学び、モルドバの首都ヤシに帰り、軍の司令官になった。年に、 モルドバ公国の君主の地位を狙った陰謀計画が露見し、花切りの刑に処された。亡命して、ドイツ、フランス、スウェーデンで生活した後、1671年にモスクワに行き、ロシア外務省施設局の翻訳官になった。1675年に、ロシア皇帝の外交施設団団長として、北京に派遣され、1678年にモスクワに戻った。 宮廷で高騰することを拒絶したため北京派遣の目的は叶わなかった。この派遣によって書かれたミレスクのトボリスクから中国国境までのシベリア王国旅行機と中国気候機または施設団報告書は当時のシベリア、中国の自然、社会制度、風俗を知る貴重な文献と評価されている。他にギリシア語訳、 旧約聖書のルーマニア語への重役や東方教会の進学論などの著作がある。1708年にモスクワで死去した。ありがとうございます。